木下き菜は日本の元タレント、元ファッションモデル。愛称はユッキーナ。ユニットパブ及びアラジンのメンバーでもあった。東京都葛飾区出身。プラチナムプロダクションに所属していた。2020年7月6日をもって芸能界を引退。中華料理屋を営む家に3人姉妹の三女として生まれた。葛飾区立くずび中学校を卒業。 渋谷高等学院終了。安室奈美恵に憧れて沖縄アクターズスクール東京校に通い、1998年8月の第1回沖縄アクターズスクール全国オーディションに合格。2000年に女猿オーディションに参加。2001年のモーニング娘。第5期オーディションモーニング娘。ラブオーディション21では最終選考の9人に残り、番組内でも 注目候補の扱いを受けたが、協調性のなさを理由に落選。この時、ソロデビューの話もあったという。その時一緒だった高橋愛とは、オーディション後も進行がある。元ヤンキーであることは、テレビ番組などで、自ら公言しており、中学時代には副番長を務めていた。1対1、いわゆる、 タイマンでトーナメントを勝ち上がり、優勝すると番長になれるというローカルルールのもとで、番長決定戦が行われたが、本人は決勝で負けたために副番長となった。2006年に渋谷でスカウトされ、芸能事務所、プラチナムプロダクションに所属し、翌2007年、三愛水着イメージガールに抜擢。スポンサーモデルを務める傍ら、グラビア方面でも活動するようになる。また、 体育会計のりの潔いおばかタレントとしてバラエティ番組に取り上げられるようになった。2007年よりフジテレビ系列クイズ平気サゴン2に常連出演するようになり、同年夏には同じく常連出演者だった里田舞スザンヌと共に音楽ユニットパボを結成し CD デビューを果たす。2008年から集英社のファッション雑誌、 ピンキーにおける3ヶ月間の実習モデルを経て5月号を持って専属モデルになる。同年5月から8ワンダイバーで女優デビューを果たす。その後も連続ドラマでレギュラーゲスト出演したり単発ドラマに出演したりする。ピンキーは2009年12月に休館となったが、その後同じ毎月23日発売のビビで2010年5月号から専属モデルを務めた。 2009年5月に当時、クイズ、ヘキセゴン2で共演していた、藤原の藤本俊文との交際が報道され、同年6月7日放送の、お笑いワイドショーマルコポロリ。内で、藤本は、木下と交際していることを明言した。後に、木下も交際を認めている。その後、約1年半の交際を経て、2010年8月28日に、婚姻届を提出。 挙式は、同年12月5日に、東京ディズニーリゾート内にあるホテルで、芸能関係者は一切招待せずに、家族や親族ら身内のみで行われた。披露宴は2011年2月20日に行われ、木下サイドからモデルアイドル仲間、藤本サイドから吉本工業の芸人仲間、さらに二人を結びつけた、島田信介をはじめとする、ヘキサゴンファミリーが参加した。 2012年2月13日、所属事務所を通じて、妊娠4ヶ月であることを発表。8月6日に長女を出産。緊急帝王切開だったことを、著書、ゆきなさん。で明らかにしている。2015年5月14日放送の、人間観察バラエティモニタリングにて、第2子の妊娠を発表した。11月3日、次女を出産。2019年11月18日、 実施が勤務していたタピオカ店の経営者に対して、自身のインスタグラムで同う詰めいたメッセージを送っていたことについて、所属事務所が公式に不適切であることを認め謝罪し、当面の芸能活動自粛を発表した。2019年12月31日、藤本敏史と離婚。離婚後も性は変えておらず、本名は藤本幸那のままである。2020年7月1日、 所属事務所を通じて芸能活動の再開を発表。しかし、再開からわずか5日後の7月6日をもって芸能活動から引退する旨を事務所の HP において公表した。所属事務所は引退については信頼関係を維持することが著しく困難であると判断し、また本人からの申し出を受けたためであるとした。これに伴い、 500万人以上のフォロワーを抱えていた本人インスタグラムも閉鎖された。2020年9月1日、新しいインスタグラムを開設し、個人活動開始。6日で20万人以上のフォロワーを獲得している。一人称は、ゆきなや、ゆき、あたいという場合もある。低音のハスキーボイスにコンプレックスを抱いていたが、 同じ性質のスカーレット・ヨハンソンの影響で2014年頃から前向きに捉えるようになった。2008年1月のクイズ、ヘキサゴン2に初出演したアッキーナこと南アキナが総合司会の島田信介に特別扱いされたことに対抗意識を抱き、自分のことをユッキーナとアピールしたことで愛称として定着した。なお、 ユッキーナという愛称自体は2007年5月のファースト DVD 発売イベントの際に MC とファンの相談により決まったものである。その後、南も平気サゴンにレギュラー出演するようになり、信仰を深めた。2008年に入り、ピンキーとの専属モデル契約や女優デビューをしたことで、デビュー当初の潔い姿勢や喧嘩っぽいイメージを見せ、がたくなっていると告白している。また、 ピンキー絡みでは、シンスケとの共演の際には、ヤンキーと質問されると、ピンキーと返すのが定番となっている。また、チョリースという言葉を様々な番組で使用しており、チョリースはギャルなど若者の間で流行し、2008年、新語、流行語大賞にノミネートされた。姉が二人いる。2009年6月8日放送のスマップスマップの看板コーナー。 ビストロスマップに三姉妹揃って出演した。2009年からティーカッププードルを飼っている。過去のレギュラードラマテレビアニメ CM。ありがとうございます。